アイスホッケーオーストラリア代表は、オーストラリアの男子アイスホッケーナショナルチームである。2008年時点の世界ランキングは33位である。オリンピックへの出場は、スコーバレーオリンピック1回だけでその時は、チェコスロバキアに1の18、金メダルを獲得したアメリカに1の12で敗れた。2001年から、アイスホッケー世界選手権では、 ディビジョン2に属しており2007年には NHL で8年間プレーしたスティーブ・マッケンナをコーチに迎えた。2007年アイスホッケー世界選手権では韓国に敗れ3勝1敗となり、ディビジョン1に昇格するチャンスを惜しくも逃したが、地元オーストラリアのニューカッスルで行われた2008年、アイスホッケー世界選手権のディビジョン2での連勝を果たし、ディビジョン1への昇格を決めた。 世界選手権における最多得点差勝利記録を持っている。1987年の大会でニュージーランドとのゲームで58-0で圧勝している。韓国優勝候補のオーストラリアクラス朝鮮日報2007年4月4日。ありがとうございます。